こちらファンタジーランドにできてる、こちらなんと美女と野獣エリア、東京にもできるんですけど、こちら一足早くマジックキングダムはできてます。まあ一足早く言うてもこのエリアできてかなり経つんだよね、実はね。こちら野獣の城がね見えてて、シンボルで、で Be Our Guest っていうこちらレストランがあります。実はこちらレストラン、予約してます。朝ごはん予約してます。後で行ってみたいと思います。はい、そしてこちら美女と野獣エリア、おー、ちょっと東京でできる前にこちらの本場の方をこうやって体験できるのは非常にいいね。向こうね比較できるからね。あ、これアメリカで見たやつやって。あー、ガストンの噴水だ、めっちゃいい。この顔ほら、はい、ルフーもいますね。東京ではガストンのレストランっていう風なんだけど、こっちは、あ、こっちもやっぱそうなんだね、軽食レストラン。なるほど、あの酒場のあのシーンを再現できるのかな。あー、そうだそうだ、良いね。ちょっと狭いね。ガストンが仕留めた獲物たちがいっぱい飾ってあります。あ、めっちゃ狭いんだね。はい、そしてあの街を再現してますね。あのベルがさ、本読んだりしてるあの街並み、あの再現はしてないのかな。こちらちょっと野獣コーナーって感じなんだね。東京ほど大きくないのか、あくまでも1コーナーに過ぎないのね。なるほどね、そっか。まあそれでも、うん、全然いいですよね、作りがいい。確かにこう仮装でね、ベルの仮装でね、東京からわざわざ来る人もいるぐらいなんで、めっちゃいいですね。はい、じゃあ Be Our Guest ちょっとねこの後行ってみたいと思います。